サッカータジキスタン代表は、タジキスタンサッカー連盟によって編成される、タジキスタンのサッカーのナショナルチームである。現在まで、FIFA ワールドカップ本大会及び AFC、アジアカップ本大会への出場はない。ホームスタジアムは、首都、ドゥシャンベにある、セントラルリパブリカンスタジアム。ソビエト連邦からの分離独立後、1992年6月17日に、 ウズベキスタンと最初の国際試合を行った。1993年には、経済協力機構の国々のナショナルチームが参加するエコカップに出場し、準決勝に進んだ。1994年にタジキスタンサッカー連盟は、FIFA フフと AFC の正会員となった。1996年アジアカップ予選では、同組のバーレーンが棄権したため、 タジキスタンとウズベキスタンの一騎打ちになった。タジキスタンはホームでの第1戦に4から0で対勝したが、アウェーでの第2戦では延長戦の末に0から5で敗れ、それによりウズベキスタンは本大会の出場権を獲得した。FIFA ワールドカップの予選には1998年大会で初参加。同大会予選では1次予選で中国と同組。 その中国との直接対決に1分一杯に終わり、グループ2位で敗退となった。続く2002年大会予選では、グアムに16の0で対勝したが、イランとの試合に0の2で敗れ、グループ2位で敗退した。2014年大会予選では二次予選で、シリアに敗れたが、後日、シリアがタジキスタンとの試合に無資格の選手を出場させていたことが判明したため失格処分となり、 大体で、タジキスタンが3次予選に出場。日本、北朝鮮、ウズベキスタンと同組になり、ウズベキスタンとはホームで0の1、アウェーで0から3。北朝鮮とはホームで1の1、アウェーで0から1。日本とはホームで0の4、アウェーで0から8。結界得点18支点、0勝1分5敗のグループリーグ再開で敗退した。AFC チャレンジカップの 1> 第1回大会となった AFC チャレンジカップ2006では優勝2008年大会は準優勝した。FIFA の国際大会では FIFAU-17 ワールドカップ2007韓国大会に出場しアメリカ合衆国から国際大会初勝利を挙げた。ありがとうございます。